風は、まあ、今日吹いたり吹かなかったりだったんですけど、私的にはあまり気になる風ではなかったので、まあ、ある意味風にぶつけてく球打ったりとか、こうすごい考えることもたくさんあって楽しくプレーできました。結構グリーンが難しい印象があるので、まあ、ショットをとりあえずいいところに持ってってバーディーチャンスにつければいいなと思ってプレーしてました。ここのコースはまあ伸ばし合いになると思うので、今日もいい、まあ、周りについていけたなと思うので、明日も置いてかれないようにガンガン伸ばしていきたいなと思います。